中央大街中央大街は、中華人民共和国国旅交渉ハルビン市道部落に、あるハルビン市役所公認のアジア最大の石畳の目抜き通り。ハルビンを代表する歴史的な大通りで、ロシア統治時代は中国人街と呼ばれた。南北の直線の通りで、全長1450メートル、幅21.34メートル。南端は、軽以外、北端は、 松花江坊、高記念塔。ロシア統治時代の建築物が数多く残され、東方のパリとも称される西洋風の街並みが一直線に北の小華港に向かう。道を挟み、欧州風建築物が立ち並び、その数は71棟。他に、ルネザンス式、バロック式、折衷式など中国でも珍しい足したようなし、指定建築物が13棟。 保護建築は36棟ある。現在の花崗岩で敷き詰められた道は1924年に建設されたものである。その後も改築が重ねられ、現在は中心通りは歩行者天国となり、その後の中国の都市の通りの手本となった。夜はライトアップされ、遅くまで多くの人で賑わう。現在もハルビン随一のショッピング街となっており、ロシア料理店や、 人気中華料理店、踊りが見られる、北朝鮮国営レストランなどもある。2006年にはモダンなショッピングセンター、ユーロプラザがオープンした。すべての歴史的な建物については解説のプレートが、はめ込まれ、通り自体が、ハルビン市の保存建築物に指定されている。ハルビン駅から101ソジ103ソジバスに乗車し、終点で下車。2016年現在、 運賃は一元で先払い。2020年には、ハルビン地下鉄2号線が開業し、中央対外駅が設置される予定である。ありがとうございます。